後トウカは日本の作家、小説家、奇妙な味の短編で知られる。2007年から2011年まで日本ペンクラブ会長を務めた。東京生まれ。一人の兄と三人の姉の下で双子の兄として生まれるが、弟は一歳になる前に創生。両親は共に宮城県仙台市の出身だった。父方の叔父の後トウダ作りは西洋史学者で、 第二高等学校第九大校長を務め、名校長と歌われた。礼作りの父の後だよし次は、宮城県名取郡下松田村の初代村長だった。当園には、岸信介、佐藤栄作兄弟の実刑である、佐藤一郎がいる。本席は、東京、西尾木久保。戦時中は、父が経営していた芋の工場があった長岡市に、疎開するが、その地で、 長岡空襲に会う。戦後も中学校を卒業まで同地で過ごす。高校進学を機に上京し、東京都立西高等学校に入学する。高校2年生の秋に、父を脳一血で亡くし、貧しい母子家庭で苦労して育つ。少年時代から科学が好きで、海軍医師、医師、薬剤師と変化しつつも、理系の職業を志望しており、エンジニアであった父も、 理系への進学を強く望んでいたが、高校在学中にフランス文学に興味を持つ。父の死により、進路に迷いが生じ、大学入試では文系と理系療法の学部を受験するも合格したのは文系だけであった。1954年、早稲田大学第一文学部フランス文学科に入学する。もっぱら奨学金と家庭教師のアルバイトで自活していた。 早稲田大学に入学した当時は、新聞記者を死亡していたが、1955年に結核を病んで休学し、16ヶ月間の療養生活を送る。このため死亡変更を余儀なくされ、1960年に大学を卒業した後、文部省図書館職員養成所に入学する。1961年から国立国会図書館に支所として勤務する。この頃、 恩師が出版した日本語関係の小冊子に、古今東西の殺し文句に関する随筆を発表したところ、思いがけず、朝日新聞の文化欄に取り上げられて喜ぶ。1964年9月、池田書店からの依頼で殺し文句を上司する。引き続き、池田書店から笑いの殺し文句、ユーモアついたち一言などの随筆集を刊行する。百六十九年、 著書、ブラックユーモア入門がベストセラーとなったことに勇気を得て、1972年に退職し、筆一本の生活に入る。コント、翻訳、広告文案などを手掛ける。1978年、短編集、冷蔵庫より愛を込めてが、直木賞候補となる。1979年、短編、来訪者で、第32回日本推理作家協会賞を受賞。 1979年、短編集、ナポレオン教で第81回、直木賞を受賞。1995年、シントロイヤ物語で第29回、吉川英治文学賞を受賞。2003年、史受報奨。2007年より日本ペンクラブ会長。現在は、新田次郎文学賞、直木賞、小説すばる新人小選考委員、講談社。 小説現代のショートショートコンテスト専攻者を務めている。2012年4月に山梨県立図書館館長に就任した。ミステリーやブラックユーモア分野でのショートショート、エロスが盛り込まれた短編が多く、今日までに書いた短編の数は800にも及ぶ。ショートショートに関しては、星新一ショートショートコンテストの審査員を引き継ぐなど、星新一守護の第一人者的存在である。 また、ギリシア神話を知っていますかなど、世界各国の古典を軽量に読み解いた随筆でも、知られる。世界の宗教ダイジェスト本、旧約聖書を知っていますか、新約聖書を知っていますか、コーランを知っていますかの三部作を出版している。出生時は双子であった。最初に出生した子を弟にするか、兄にするかで議論があったが、最初に生まれた方が兄だという父親の判断で、 兄につけられる予定だった。こうに命名される。なお、弟は創生した。本人は、名前のおかげで長生きできたのかもしれないと、エッセイで書いている。姉を肺結核で亡くしている。西高校時代は、文芸部に所属し、黒い戦時と地域になる。清水育太郎の娘が、西高校の同窓で、高校によく清水が公園に来ていた。 文部科学省設置の文化審議会の会長を務める。1993年から1997年にかけて日本推理作家協会理事長も務めた。1995年からは直木省選考委員も務める。阪神タイガースのファンであり、テレビ番組において、1973年10月10日に行われた阪神、巨人戦が行われた当日、 病気のため入院し、病室にて、ラジオ実況中継を聞いていた時のこと。2回までに、阪神が7の0で、先行、先発投手江夏ということで、9年ぶりの優勝と、巨人の旧連覇阻止を確信し、安心したのかいつの間にか眠ってしまった。起きてみると7点差を巨人に逆転されており、その時の精神状態は、 寝起きのせいもあって、夢かうつつか幻かの混沌状態になって、非常に混乱したなどと10していた。息子の後田博士は、日本経済新聞の記者である。後田という珍しい名字は、日本全国に10世帯あるのみである。仙台に多く、祖先は、後寺という寺を営んでいたが、加藤田という名字の相手と結婚したことから、 両方の文字を混ぜて後田という名字になったという。ただし、後田自身は僕も見をう言うと中退してるんです。大学2年の頃、結核になってね。休学するつもりだったんだけど、事務局の人に1年以上も休むんなら中退した方がいいよって言われてね。ちゃんと手続きを取れば無試験で復学できるんですね。その間の授業料も収める必要ないし。だから、 二年間療養して、ちゃんと復学できましたと語っている。この時期に、多数の短編小説を読んだことが、後年、小説を書く上で大きな力を与えてくれたという。後ダが述べているのは、実際には10月11日の試合と思われる。この試合は10から10で、引き分けとなったが、最終的に阪神は、残り2試合で優勝マジック1の状態から、連敗、最終戦となった。 巨人戦で巨人の逆転優勝を許す結果に終わった。日本展示図書館役員一覧、ありがとうございます。